この美術館に飾っているもの全部僕のもの。なんだこの言い方。あのですね、芸術家って普通ね、作品作ったら売って暮らすのが美術家なんですが、僕はね、特殊で作ったもの全部持ってるんです。自分のおもちゃみたいな。これは売らずに何で儲けてるかというと、おもちゃなんです。こういうアートを作った技術やノウハウをおもちゃにして、これを売って稼いでるんですよ。だから全部持ってるんです。だからどこでも展覧会ができるんですね。で、これが一番売れてるおもちゃ、おたまトーンって言いますが、持ってる子いる？持ってる、持ってる。ほら、ね、格差が生まれたね。自慢してね、持ってる人自慢してね。グリグリ、ね、光を動って。はい、うん、はい。で、これがおたまトーンという8分音符の形をしたおもちゃです。世界で今200万本以上売れてます。アメリカが一番売れてるかな。で、このここを押さえると音が出ます。で、口をパクパクさせると音色が変わります。ですね。で、これを組み合わせると曲が演奏できます。例えば、プロ仕様なんですね。でかいやつなんですが、最初に作ったのがこれなんです。このちっちゃいやつ、これもね、一緒です。全く仕組みは一緒。押さえると音が出て、音色が変わると。音が低い。で、今回は沖縄で展覧会をやるということで、沖縄バージョンを作りました。顔がシーサーの形をしております。演奏してみますね。全部売ってますからね、今日ね。